すごく柔らかいな。何をどこを触ってそう思ったんだ。子供に見せられないぞ。多分きっと髪の毛触ってそう思ったんだろうな。どうしてセミの幼虫は7年も土の中にいるの？おじさんはね、もう20年も家の中にいるんだよ。セミにだっていろいろ事情はあるんだろう。おじさん、外出てよ。一緒に働こうよ。アニメのタイトルから1文字減らして面白くしてください。転生したらスラムだった件。スライムじゃなくてスラムだったんだね。スラムは行ったことないんだけど、どれぐらい危険なのかちょっと気になるよね。ちょっと行ってみたい気がしないでもなくもなくもないかもしれなくもないね。早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、後回しにした課題山のごとし。すんごいかっこよく言ってるけど、課題一つもやってないんだね。ちゃんとやれ。肌の角質を拡大したらなんか住んでた。ちょっと想像してみて、自分の角質一つ一つにこういう小人みたいな妖精が住み着いてると思ったらゾクッとするね。鬼滅の刃にサンドウィッチマンが出演したら、ちょっと何言ってるかわかんない。絶対強いじゃん。あ、でも多分0キロカロリーの鬼に殺されちゃうな。墓楽しいよ。早口で言うと博多の塩になる。墓楽しいよ、墓楽しいよ、墓楽しいよ。不謹慎じゃない？ほんと災難ですよ。まさか動物園から解雇だなんて。このウサギを野生で生きていくのか、果たしてどうするのか、今後のこのウサギの行動に注目していきたいですね。まるでマンゴーを無視したような食感のアイスバー。じゃあ結局どういうアイスなの？普通のマンゴー味のアイスってこと？ねえあなた、今月ピンチよ。どうしましょう。あ、旦那に言えよ。浮気相手の俺に言ってもしょうがねえだろ。うわー、最低だねこれ。両方ともしっかりクズだな。ゲー、拾ったのまたこいつかよ。また捨てられる。 YouTube で結構見るけど、猫を捨てられてましたみたいな動画ね。最低だよな捨てる人間。そりゃあこの猫ちゃんもこういう表情になるよ。髪がなくなっても芯で拭いてはいけません。癖になります。え、このトイレットペーパーの芯の硬さがたまらないみたいな。え、なる？ちょっと試してみるか。お袋、これは詐欺だから気をつけろっていつも言ってるだろう。この人がなんか詐欺を行ってる風に見えるけど、やっぱでも人は見た目で判断しちゃいけないってことなんだね。人は心だろうがってサンジが言ってたもんな。いってらっしゃい。大事な話があるから今日は早く帰ってきてくださいね。なんで怒ってるんだろう。誕生日祝い忘れたことかな。チュールを勝手に食べちゃったことかな。わからない。